はい、シロミスヤさんです。あ、皆さん拍手をお願いします。日夜のとチャンネル。78年、うん、あの東映アクションに一期生として入ったんですよ。あ、じゃあ東映アクションが一番最初で、1年半いて、まあいろいろ縁があって、あのバトルフィーバーやってた橋本さんがアクションチームを作るっていうんで、そこへ1年半後に移動したんですよ。あ、じゃあ東映アクションから橋本さんのアクションチームに入って、そうわけですね。ああ、でその後大野経営会に入団するわけじゃないですか。はいはいはい、そこの流れっていうのはどういう感じだったんですか。だから、橋本さんのところに行ったのが、だから、80年ぐらいですか。はい、はい、そんぐらいですね。1980年ぐらいで、そこからずっと手伝いに行ってたんですよ。いろんなところに、はい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 、大野経営会もそうだし、はい、ジャックも行ったし、まあ、そう言っても分かんのかな、 K&U 第12期代七曜会だとか、そういう、立ち回りのチームの手伝いをずっとしてたんですよ。してたんですね。はい、でそうやってるうちに、その普通ほらこの業界って一つのところに入るとちょっと他に移動するって難しいじゃないですか。うん、やっぱその人間関係の問題もあるし、はい、やっぱで、それでもう県有化に入ったきっかけっていうのは何だったんですか。いや、だからずっとその手伝いをずっとやりながら、いろいろそのヒーローをやらせてもらってるのも、はい、手伝いの立場のままなんですよ。でも例えば、でもあの当時入ってその橋本さんのところでやった、うん、でその後でもショーとかにまず県有会にお入りになるじゃないですか。あ、はいはいはい、その時には大野県有会に 入会ってことじゃないんですか。いやいや違うんですよ、手伝いで。あ、ずっと手伝いでやってたんですよ。だからで、じゃあそうこうしてるうちに、でもであの後、アンドロメルス、はいはいはい、スプライプロダクションやってるアンドロメルスがあるんですけど、であれ最初雑誌の展開でこうやってたものですよね。でそれは最初中石さんとそれから上田さんがやってて、でその後テレビシリーズになるじゃないですか。はいはいはい、でその時に、小泉豊さんっていう、あの大野県有会の若手の方が主役をやって、上田さんがウルフ、うん、で篠谷さんがアンドロマルスをやったと思うんですけど、うん、その時はもう岡田さんの指名でお前がやれっていう形だったんですか。そのあれが83年ですよね。1983年、はい、で82年にまだ雑誌やってる時に、はい、中屋敷さんをその橋本さんの方で大河ドラマに連れてっちゃったんですよ、ロケに。あ、で、はいはい、アンドロマルス、そのスチール、はい、小学館のスチール、はい、誰がやるんだってなって、はい、とりあえず白井お前行ってこいって言われて行ってきたんですよ。あ、それであれ、1ヶ月ぐらいの撮影なんですよね。翌年にテレビやるって言ったら、ええ、俺を呼んでくれたんですよ。あ、それでアンドロマルスに入ったわけですね。で、だからその中石さんがもうやらないと、はい、俺はスーパーマンで終わってるから、はい、もうやらないんだと、あの、はい、テレビはね、はい、まあ、スチールだったからマルスはやったけど、これがマルスですね、うん、はいはい、これですよね。ということで、はいはい、そう、中敷がそう言ってるから渋谷が、はい、お前マルスやれって言われてやったんですよ。あのアンドロメルス撮影してる途中ぐらいに岡田さんが、今度うちで何かあったら、はい、お前やれよって言われてたんです。あのゼクロスやるぞとかが俺に言ったわけですよ、突然。うん、どこで言われたんですか。あのなんか先輩の結婚式、栗原さんの、ああ、栗原さんっていう県友会の、そう、県友会の先輩の結婚パーティーの時に、はい、俺仕事で遅れて途中から行ったんですけど、お母さんがつかつかって言ってきて、シュラライダーやるぞって言ったわけですよ。はい、あ、わかりました、何でもやりますって言ってて、あ、それで100円のライダーかなと思った。いや、戦闘員か、まあ、ちょっとした怪人かなんかやんのかなと思って、はいはい、そしたら、あ、何でもやりますって軽く受け答えしたら、はい、違う、お前ライダーだよって言われたんですよね。はい、えって、え、中井さんはなんでやんないですか、それ、はい、もうやんねえっつってんだよあいつはって。はい、でもな、タイガーロイド、はい、あの役は決まってるから、はい、それとスーパーマンは最後として責任持ってやるって中屋敷が言ってんだよ、はい、だからゼクロスはお前なって言って、俺無理っすよって言ったんですよ。
決意して俺がやるしかないってなるわけじゃないですか。だからもう仕事としてこう進んでいったら、ああやるしかねえのかっていうところですよね。でそのやっぱり天下の中屋敷哲也とやるわけじゃないですか、うんうん、やっぱあの業界の中ではもう本当にトップ中のトップだから、うん、やっぱこう退治、まあ、僕もあの若かったんですけど退治させてもらったこともあるんですけど、やっぱそのあまりにもすごいビッグネームすぎちゃって、うん、そのやる方がちょっと気遣いすぎちゃうみたいなところあったと思うんですけど、そうそうそう、そんなところどうでしたか当時。いやもう本当にだから怖くてね、長屋さんの動きはもう本当にギューンって伸びてくる動きが特徴的だから、うん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 、あれは本当怖かったんですよね。もうで緊張するし、細かい注意が結構ボソッと入るんでそれがもう結構厳しいですよね。例えばどうに入るんですか。白や、どうよっていう。あのですね、この立ち回りの世界、アクションの世界って近い、遠い、いてえっていうのがあってですね、アクションするじゃないですか。そうすると当てちゃいけないけど当てなきゃいけないみたいなところもあるんですよね、うん、でそれはちょっと大野県映画の伝統みたいなところがあって、舐められちゃいけないからこのあの俳優にちょっと一発入れてこいみたいなことがあるじゃないですか、うん、でそういうこともあって当てていいんだけど当てちゃいけないとかって、先輩とかに当てちゃうとまあ痛えよって言われるんですよね、うん、それですか。そうそうそう。でもだから伸びてくるんで怖いからどうしても遠くなるんですよ。だ本当なら中谷さんはこの距離が気持ちいいのかもしれないけど、怖いんでこれぐらいで行ってしまうわけですよ、はい、離れちゃう。でそうすると遠いよってこそっと言われる。中谷さんってすごい繊細でいい方で、こう人を傷つけるようなこと言わないんですよね、うん、そうそうそう。だから俺この間中井さんと立ち回りをロフト、渋谷のロフトでやらせてもらった時に、やっぱこの懐が深いんですよ、うんうんうん、で白井さんとその後お食事した時に言ったら、そうなんだよって返してましたもんね、うん、この8で83年の後1984年の時に、うん、まずですね、ウルトラマン物語っていうツブライプの映画があって、はいはいはい、怪獣のでかいやついて、メカギラスでしたっけ、なんかでかいのがいて、グランドキングがいて、でその時にウルトラマン太郎に入ってるじゃないですか、はいはい、それは円谷サイドの方で、はい、アンドロメロスの時に見ててくれた人が、はい、マルスやってた子、はい、一番元気なんで、あ今度ウルトラマンストーリー太郎の青年期やるんで、はい、ちょうどいいからやってくんねえかと。あ、じゃあそれはもう円谷プロダクションの指名で太郎の主役が来たんですね。そう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 。